かつてバラ色の未来と言われた21世紀。しかし科学の発展は人類に明るい未来だけを与えはしなかった。最新の科学技術はロボットを使用した凶悪犯罪やバイオ怪物の出現といったハイテク事件を生み、またこれまで考えられなかった災害までも引き起こした。これらの事件に対して警視庁は新たな警察組織の設立を決定した。それが超 AI を搭載したロボット刑事チーム、ブレイブポリスである。故郷は遠く、本当にいるのかな。いくら生まれた町だからって。しかし気持ちのいい町だな。よくわかんないけど、こういうのをふるさとっていうのかな。ふるさとか。抵抗するなよ。ブレイブポリスか。マシバシローだな。お前を逮捕する。もう逃げられんぞ。逃げやしねえよ。影の天才生物学者、ドクターマシバ。彼は闇のバイオシンジケートの手先として数々の違法バイオ開発を行ってきた。しかしたったこれだけのお出迎えとは頼りないな。お出迎えって？マシバが保護を求めてきた？どういうつもりだ？簡単な話じゃないか。逃げ切れないと悟ったマシバはバイオ兵器組織の情報と引き換えに身の安全の保証を要求してきたというわけか。マシバは組織の開発スタッフの中心人物だろ。そいつを証人にすれば。やつの証言で組織は一網打尽だ。今日は俺たちの出番はなさそうだな。君たちが出動するような事件はないに越したことはないさ。全く簡単な事件だな。簡単すぎて怖いぐらいですぜ。ちょっとそれなんか気になるんだけど。へえ、口笛吹くのも警察の許可がいるなんて知らなかったな。なに？おい、なんだよその言い方は。大体生意気なんだよ、悪人の仲間のくせに偉そうに。その悪人の仲間があんたたちに協力してやろうって言ってんだ。ありがたく思っても罰は当たらないぜ。むっかい。窓は閉めてもらう。お前を無事警視庁まで連行するのが私たちの任務だ。任務ね。ま、よろしく頼むぜ。なんで僕たちがこんな奴を守らなくちゃいけないんだよ。ユウト。デカド、あいつら。うわ、あいつらまさかバイオ組織の。追ってか。マシバを奪い返しに来たな。こいつら。お前。やめろ。チェーン。
ここは私が食い止める。マシバを連れて逃げてくれ。おい、連中の狙いはお前の頭脳だ。お前を殺すことはない。そうだろ。そうだが。早く！チェンジ！コールドアップ！ブレイブポリスだ！早いよ！こいつら本当にロボットなの？バイオマシンか。エンガド、メカのパワーと生体組織の俊敏性を兼ね備えたロボットは手強いぞ。おい、モタモタすんな。あんたが開発したメカでしょ。弱点とか教えてよ。お前たちの頭じゃ理解できねえだろう。マシバを奪い返す気か。死ねえ。何？逃がしたか。その頃、マシバの行動に疑問を感じたデュークとシャドウマルはマシバの隠れ家の再捜査に来ていた。残っているのは奴の好物だけ。今さらマシバの隠れ家を調べてみたって新しい発見はなしか。いや、もう少し探ってみよう。何か見落としているものがあるかもしれない。うん、元暮らし。なぜマシバは闇のバイオ組織に命を狙われるんだ。組織にとって彼の頭脳はなくてはならないもののはずだが。もうさっきから同じ曲ばっかり。落ち着け、ユータ。それでも食べて一息ついてくれ。そうだね。ま、俺にか。食べないの？隠れ家にあんなに置いてあったからてっきり好物だと思ってた。サンキュー、もらうぜ。せめてさっきのバイオマシンのデータだけでも教えてくれないか。また奴らが襲ってきたら。いや、まだダメだ。警察に着いたら洗いざらい喋ってやるよ。マシは？ったくやってられないよ。誰のせいでこんな目に遭ってると思ってんだよ。こんなやつ、人間だと思ってたら守ってられないよ。物かなんかだと思わなきゃさ。そうとでも考えなきゃデリケートな超 AI がすり減っちゃうよ。人間じゃないだと？なんだよ。俺は物なんかじゃねえ。正真正銘の人間だ。あ、マシバ！待て！マシバ。僕悪くないからね。これはもしかしてボスたちはとんでもない奴を保護してるんじゃ。こんなものが好物だな。
ユータ、私が行こう。許してやってくれないか。ドリルボーイも悪気があってあんなことを言ったわけじゃないんだ。あいつ、ユータを危険な目に遭わせまいと。なぜだ。え、あの単細胞も、お前もでっかい図体して、チビのために。さっきもそうだったな。さっき傷つくと分かって、あのガキを助けた。なぜだ。私にとっては当たり前のことだ。私はユータから生まれてきたようなものだからな。あいつから。そうだ、私にとってユータは守るべきものというか、お前にも何かあるだろう。さあな。俺にもそんなものがあるのか。やはりボスが連れているのはマシバ本人じゃないな。その可能性は大きいな。いや、 100% そうだろう。だがな、決め手がない、うん、何か決定的な証拠がなければ。あなたは。ご苦労様でした、ボス。ここからは自分たちも護送に合流するであります。ちょっと待った、デューク。お前今までどこで油売ってたんだ。さあ降りてください。デューク、その方は。マシバのお袋さんさ。マシバシロウという人物が保護されたと聞いて、わざわざブレイブポリスを訪ねてこられたんだ。十数年前に家を飛び出した息子に会うために。どういうことだ。なぜわざわざここまで連れてきた。どうしても奴が本当のマシバだと信じられなくてね。なんだと。誰かが変装している様子もない。混じりっ気のない人間そのものだ。やはりそうか。奴のいた組織は最先端のバイオ技術を持っている。お前たち、まさか。だがそれしか考えられない。奴はマシバシロウの。私の息子です。まさかそんなバカな。はい、間違いありません。私の息子です。母さん。シロウ。なんだ。知人か。何。おお。バイオ組織のマシンか。ここまで追いかけてきたの。今度こそ一の根を止めてやる。マシバはお前たちには渡さん。マシバだと。お前たち何も知らずに奴を守っていたのか。何。これはお笑いだ。クローンと知らずに守っていたとはな。やはりそうだったか。そんな。もう一人の天才を生み出すこと、それがマシバの研究目標だった。だが実験体として生まれたマシバのクローンは奴を殺し、まんまと本人になりすまして脱走したのさ。いい加減なこと。そいつを殺しても殺人じゃねえよな。人間じゃねえんだからよ。奴はお前たちを騙してたんだ。それでも奴を人間として守る必要があるのか。だがいかん。危ない。ユータ、ボス。マシバ、お前大丈夫か。そうさ、
子供の頃にできた傷跡なんてどこにもない。俺はクローンなんだよ。あ、嘘。オリジナルのマシバが俺を生み出そうとした時、悲劇が起こった。組織に天才は二人いらねえ。お前にその研究を完成されると俺の立場がないんでな。一人残された俺は、日記から奴の過去を記憶し、ビデオに残された奴の映像から奴の癖を覚えた。オリジナルのマシバと入れ替わり、俺は組織を逃げ出した。そして警察に保護を求めたんだ。俺はマシバシロウじゃないんだ。シュート！マシバの研究が成功したなどと俺は認めん。死ねえ化け物！何？シロウ！デカのドリルボーイ！なぜだ？貴様らなぜそうまでしてクローンを守る？マシバか、お前の言うクローンなら母親がああまでしてかばうと思うか。それにあいつ、さっきボスを助けたもんね。チッ、俺は認めん。認めんぞ。あ、デッカーのドリルボーイ。ボス、合体命令を。ファイヤー・ジェイデッカー！へ、俺のバイオマシンを甘く見るなよ。何？あんなに素早く動けるとは。やろう。何か奴に弱点はないのか。あいつは熱放射率が低い。だから高熱に弱いはずだ。だけど。マシバの日記に書いてあったんだ。間違いない。うん。みんな聞いて、奴は熱に弱いんだ。しかし、奴の動きを止めなくては。攻撃の仕様が変幻初動だ。よっ、何のつもりだ。今だ、スーパービルドタイガー、タイガービーム攻撃力どうか。おお、しまった。行くぜ、ファイヤージェネッカーチェンジ。ファイヤージェイデッカーマックスキャノンモード。うわ、クソ動き。ファイヤー。まさかあいつオリジナルのマシバなのか。いや、確かに奴はあの時この手で。洗いざらい証言してもらうぞ。
さあ、行こうか、マシバ。待ってるから。お前が帰るまで、いつまでも待ってるから。息子をよろしくお願いします。ねえ、その口笛なんて歌なの？歌の題名？さあ、俺にもわからないんだ。だけどこの曲を吹いてるとなぜか心が休まるんだよ。泣いているの？あくびしただけさ。もしかしてママに叱られたの？ Oh, no. 違うよ。街中ピカピカのお祭り騒ぎ、ジェットコースター、星が今夜集まるよ。水金地下来た僕たちは、そこで反対に密漁者を襲う巨大なクジラを目撃する。ゴッドホエールと呼ばれるその巨大クジラは自然を破壊する人間の町を襲ってきた。どうしよう、僕たちクジラと戦わなきゃいけないの？次回、勇者警察 J デッカー原神狩り。